もう何年前になるか思い出せぬが、日は覚えている。暮れも押し詰まった26日の晩、妻は下女を連れて下山利支店の縁日へ出かけた。10時過ぎに帰ってきて、田元からお土産の金つばと焼き栗を出して、世のノートを読んでいる机の隅へそっと乗せて便所へ入ったが、やがて出てきて青い顔をして机のそばへ座ると同時に急に咳をして血を吐いた。